昭和29年台風第14号は、1954年9月に発生し、暴走半島に上陸した台風である。進路図1954年9月12日、日本のはるか南東海上で台風14号が発生。当初は西に進んでいたが、北マリアナ諸島付近で進路を北寄りに変えて北上。15日に最盛期を迎え、 中心気圧は950ミリバールにまで低下した。台風は18日に四国、紀伊半島、東海地方の南方洋上を北東方向に進み、19日に千葉県の房総半島に上陸。その後も北東に進んで日本列島から離れた。この影響で四国地方から東北地方にかけての各地が暴風雨に見舞われた。 1954年の14番目に発生した台風という意味で台風14号とされているが、事後解析により、この年の台風2号と台風10号は台風勢力に達していなかったとされて、台風のリストから外されているため、実質は台風12号である。台風の影響で静岡県を流れる菊川では出水が起き、 流域では洪水によって576個もの家屋が被災した。この台風により全国で合計34人が死亡、20人が行方不明となり、41人が負傷した。また、損壊住家422棟、浸水住家は43,762棟に達した。ありがとうございます。